どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。電撃ナース2、モアセクシー実況プレイやっていきたいかと思います。はい、第5話、銀河の彼方、星空に消えた恋。確かこれが最終話になるかと思いますね。確かですけどね。はい。というわけで早速始めていきたいかと思います。ポチッと。さあ、始まりましたね。もう電撃ナース、随分撮ってますけど、まあ、やっぱりいつも通り、ここの食堂から始まるんですね。有給休暇と、クロコちゃんは。ここ面白いな、いつもいつも。いよいよ明日はニューヨークだな。あ、ニューヨークまで行くんだ、結局は。うん。うん、楽しみ。結局誰が行くんだ。遊びで行くんじゃないのよ。うん、そうですね。わかってるわよ。確か、ナミちゃんの、あれか、手術かなんかの話ですよね。うん。さあ、どんどん行きましょう。じゃあクロコちゃんいないし、今回はじゃあオーソドックスにもう電撃ナースで行きましょうかね。うん、支援行くと。全員でニューヨークへ行けることになったのだが、結局全員で行くんだ。明日出発するのは俺とキララだけである。博士たちは1日遅れで富岳に乗って行くのだ。ちょっと悪い気もするが、仕事の都合なので仕方がないところだ。おお、そういうことになったんですね。富岳っていうのは潜水艦ですね。うん、ここは伝天堂病院の職員食堂だ。俺は A ランチ、キララは B ランチ、博士はカツ丼、かなこちゃんは C ランチを食べている。そういえばね、あの食堂で思い出しましたけど、昔ね、警察署っていうか警視庁かな、あれは警視庁警察署っていうのか、そこのね食堂にね、よく昼間食いに行きましたけど、まあ正直食った気しないね。誰使ってもあれいいんですけど、もう周りみんな警察官っていう中で食いに行ったことありますよ、もう。まあよく行ってましたよ、そう、安かったから。うん、まあそんだけです。はい、黒子は有給休暇を届けを食べて、黒子は有給休暇届けを食べているじゃなくて、黒子の席には巨大な有給休暇届けが置いてある。うん、ですよね。うん、まあいいじゃないか、結局全員で行けることになったんだし。でもでも、ところで黒子ちゃんは、それが3日ほど前に府庁のところに1週間の有給休暇の届けを出してきて、それきりじゃ。まあまあ、なんかね、クロコちゃん怪しいね。なんかね、あの象といいね、4章であったね。うん、俺は有給休暇届を調べてみた。どうやら被り物ではないようだ。ラワンゴーバンに再生紙が貼り付けてあるだけだ。実は再生紙の方が確かコスト高いんだっけな、あれ。うん、明日はニューヨークに行く予定だし、従って伊豆にも草津にも木戸川にも行くつもりはない。いや、そこまで言ってんねんけど、温泉が全部な。うん、黒子はナミちゃんとニューヨークに行くのを楽しみにしていたはずだ。そんな時期に有給を取るとはどういうわけなんだろう。身内の不幸とかどうしても外せない理由なんだろうか。ここは同じだな。有給の理由は何なんですか。うん、旅行のためと書かれておったな。旅行、変ですね。ニューヨーク行きのメンバーに入っていたのに。伊豆の温泉にでも行きたかったんじゃないかしら。いやー、ニューヨークよりブス島は温泉の方がいいな。そうかな、ニューヨークでもお風呂入れるのに。いや、お風呂と温泉また違うけど、まあ違った風呂だったらまあ行きたいですね。まあちょっと高いんですけどね。うん、ニューヨークなんちゃって、こいつは。あー、ボキボキボキ肩を鳴らす。まあまあまあ、ブス島もそんな感じですね今ね。うん、よいしょ。俺は有給、あ、同じか。うん、でも本当に伊豆に行ったのかな。群馬のサファリパークという線もあるぞ。いや、なんでそうなんだよ。いくら黒子といえどもニューヨークより伊豆がいいとは思えない。いや、伊豆にはバナナワニ園があるからな、伊豆の方がいいというかもしれない。それ見た目で判断してんだろ。まあ同じでしょ、これは。誰か行き先を聞いていないんですかね。なんかね、肩がね、ほんと痛いんですよね、首と。うん、よいしょ。それが誰も聞いていないらしいんじゃん。行方不明ってわけですか。まあ有給じゃからそんなに問題する必要もないじゃろう。それもそうですね。うん、まあそうですね。まあ別に、まあ気になるくらいで、まあいいんじゃねえの。行方不明といえばキララの部屋に隠しておいたモアセクシーだ。幸いにも黒十字団の手には渡っていないようだが、一体どこへ消えてしまったんだろう。まあ黒子が持ってんじゃねえの、多分ね。例のモアセクシーの行方は、わからないんですよね。今は食事中じゃ、深刻な話をするのはやめんかね。その件に関しては後でゆっくり相談したいのじゃが、どうだろう。
別に構いませんよ。妻の出発前日で慌ただしいとは思うが。そうだね、食事中ね、なんか変な話するやついるからな、よくな。お、基地来ましたね、黒十字団。地獄ナース、地獄ナース様、まるまる八蓋の、八蓋子の行方が分かりましたか？分かんねえんだな。ここ3日ほど日光が届いてませんけど、あいつモアセクシーでも盗んで逃げたんじゃないですかね。あ、なるほど、数字がそういうことか。分かりやすいね。地獄ナース様、地獄ナース様どうしたんです？あ、ごめんなさい、考え事をしていたから。そんなことはありえるわけないでしょう。ほらね、丸々八蓋って書いてあるけど、絶対これワニっていう書いてあるんだろ、これ絶対そうだろうな。うん、スパイ活動以外の行動は許可していないし、それに丸々八蓋号がモアセクシーを手に入れて何か得することがあるのかしら。まあそうですけど、てんと地獄ナース様、最近コマンドナースたちから不満が上がってますよ。不満？給料や休暇のことかしら。それはもう前々からありますけど、その地獄ナース様のやり方に対して不満が。私のやり方？地獄ナース様のやり方は手ぬるいって。そんな不満は無視してしまいなさい。そう言われても直接不満をぶつけられるのは私ですよ。死神ナースかわいそうだな。中間管理職か。じゃあ同じこと言ったよ、中間管理職の悲劇ね。くだらないことを言うやつはどんどん反省室に放り込んでしまいなさい。てんてんてん、なんか死神ナースも裏切りそうだな。地獄ナース様、裏切り者電撃ナースの処置を急ぎましょう。あいつがヘラヘラ楽しそうに暮らしていることが組織の結束を弱めている原因です。手荒な真似をするとモアセクシーを手に入れられなくなるかもしれないわ。そんなのどうでもいいじゃないですか。モアセクシーが一体どれほど大事かは知りませんけど、とにかく今は電撃ナースを処置することが黒十字団にとって大切なことです。ふっ、組織の犬ね。あ、言っちゃったよ。絶対これ地獄ナース巫女だろう、これ。俺そんな気すんな。そもそもあなたが大阪で失敗したせいでモアセクシーが2つ足りないのよ。本来ならここに全てのモアセクシーが揃っていたはず。それは分かってます。ですが今はモアセクシーに関わってる場合じゃないんです。おお、なんか内部分裂始まったな、こっちもな。明日の出発を控えて午前中で仕事を片付けた俺は病院前のベンチに腰掛け、一人タバコに火をつけた。いよいよ明日はニューヨークだ。なぜか諸事情は俺に都合よく展開して、キララとナミちゃんの3人で先に行くことになった。まあゲームですね。っていうかタバコがどこでも吸える時代っていうのがやっぱね、時代感じますね。うはははは、は幸運なチャンスを逃してはこの世に生を与えてくれた両親、そして先祖の皆様に申し訳が立たんぞ。なんだなんだ、日本ともこの病院とも今日でさよならだな、とか言って1週間で帰ってくるけど。まあね、まあなんだ、旅立ち前のってのは妙にセンチメンタルになったりしてしまうもんである。そうかな。辺りには誰もいない、ぽっかりと穴が開いたような午後である。俺はタバコを吸っている、他に何もすることはない。他人が仕事をしている最中にこうしてのんびりベンチで吸うタバコはうまい。まあタバコに限らず他人が仕事をしている時にね、優越感に浸るのはいいですよ。わかりますそれ。ニューヨーク行きの準備を全て整えている。今さらバタバタと用意する必要はない。コケフはラッキーチャンス。準備万端なのはいいが、こんなにぼーっとしていていいのだろうか。空は青く日が高い。家に帰って寝るには早すぎるぞ。しかし仕事は終わらせたし、ニューヨーク行きの準備もできているし、特にやることがない。富士そば行きてえな。腹減ったな。また辺りには誰もいないと。同じですね。この辺はシンクかな。そうだ、チャンスを逃がさないためにニューヨークに着いてからの予定を確認するぞ。 JF ケネディ空港に着くのが東部時間の午後1時午後だよな。そしてニューヨーク市立小児病院に直行。ナミちゃんの申し送りと入院手続きを済ませる。本来ならその後歓迎ディナーということだったんだが、博士やナミちゃんの家族が来てからということで翌日の夜に変更してもらった。まあそれはいいんじゃないか。わはは、ここが一番ポイントが高いところだ。
もう考えること一緒っすね。どうせキララだろう、どうせな。ほらな、つまりその夜はキララと二人きりでニューヨークの夜を過ごすのだ。まあスケベ野郎の考えることはまあ同じだな。まあブス島も多分そうするわ、間違いなくな。まず泊まるホテルだ。これはディクソン博士に前もって頼んである。マンハッタンの夜景がよく見える高級ホテルのツインルームを取ってくれてるはずだ。もちろんキララはツインを嫌がると思うが、シーズンで部屋が取れなかったとでも言えばいいのだ。極悪な男よの、いやツインを取ってる時点で極悪じゃないから大丈夫ですよ。まだプチだな、うん、うははは。キララに英語がわかるわけはないからな。ディクソン博士の言葉はわかるまい。かなり極悪である。まだまだ甘いな、タンチ。ホテルのチェックインを済ませたら、ハドソン川を下って自由の女神を回る。サンセットディナークルーズに乗って食事をする。いやでも米国の飯ってあんまうまくねえからな。その後は夜景の綺麗なカクテルラウンジで軽く一杯と。妄想来ましたね。綺麗だね。うん、綺麗な夜景ね。違うよ。え、キララさんバカだな、なんか腹立ってきたぞ。なんだ、とっても綺麗だよ。え、やだ。まあこんな妄想ねするやつ絶対いるよな。そんなことなんねえのにな。なんちってって、もうこの辺がなんかね90年代をカンカンなんていうのが彷彿させますよね。そして酔いざましにセントラルパークを散歩だ。まあ完全強盗に遭うコースだなこれな、うん、少し歩いて俺は不意に立ち止まる。どうしたの？いや目に何か入った。大丈夫？キララは俺の顔を覗き込む。俺はすかさずキララの唇を奪ってしまう。やだ嘘つき。嘘じゃないさ、キララの可愛い唇が目に入ったんだ、タンチ。そして熱い抱擁、今度は本当の熱いキス。バカだな。そして気持ちは高まったままホテルに戻る。うお、It's perfection。アホすぎるね。いやそんなのね、あれです、飯食ってね、もうね部屋入っちゃえばもうことは起こりますからいいんですよ。それでもうムードもクソもねえな。タンチ、こんなところで何してるの？おっとキララちゃん来ましたね。あ、ナミちゃんの手術がうまくいくといいなって考えてたんだ。まあこういうこと言うやつはね大体ろくな想像してないからな、うん。そうね、うまくいってナミちゃん元気になるといいわねって。いやまあそれも考えてるだろうけど、まあそれ以前にまあいいや。まあいいでしょう。もうニューヨーク楽しみだな。うん、とっても楽しみ。おいおい、かなこちゃんにも言ってたけど遊びじゃないからな。分かってるよ。でも初日の日はナミちゃんとも病院に連れて行った後、タンチと二人でニューヨークの夜を楽しめるんだよね。おっと、向こうもやる気だなこれ。ニューヨーク楽しみだな、うん、とっても楽しみ。まあ同じですね、この辺はね。もう向こうもやる気ですよ。もうくー、明日の夜が待ちきれないぞ。明日の夜にはキララの全ては俺のもの。ちょっと探知遅いよね、うん、でもね、うん、まあいいか。確かね、ワンやってるとねこの成り行きよくわかるんですよね。そういえばね、うん、ニューヨーク楽しみだなと、うん、まあこの辺は同じか。よいしょ、ルックで、あ、病院の建物がエンパイアステートビルに、うん、病院前の銅像がある自由の女神に見える。ああ、あれか。いつも謎の像ですね、うん。そしてキララはパツキンでナイスバディなギャルに見えたりはしないな。うん、あ、でも金髪は好きですけど、90年代金髪結構珍しいっちゃ珍しかったからな、うん。よいしょ、ニューヨーク楽しみだな。また同じかや。ちょっとルック、もう一回ルック、あ、ルックかな、うん。まあまあ相当妄想ですねこの人ね、うん。アクション、今キララのお尻を触る必要ない。明日の夜はお尻と言わず、あんなことやこんなことも。こいつはキララ、今から出かけようか。え、どこ行くの？もちろんニューヨーク、一人で行って。こいつもな。うはは、キララ結構その気みたいだな。摩天楼を舞台に長かった春にピリオドだ。こおめでてないな。どっか行きたいところあるかい？うん、ニューヨークのことよく知らないからな。じゃあいろいろプランを練っておくよ。うわー、本当に？俺に任せとけ。うん、楽しみだな。いや実はね、ニューヨークじゃないですけどアメリカでね、行きたい祭りがあってですね、もうその名もね、おっぱい祭りなんですよ。行ってみてえなーと思って、
確かニューオーリンズとかでねやってるっていうような話なんですよ。なんかね、おもちゃのネックレス渡すおっぱいを見せてもらえるっていうね、何このクレイジーな祭りね。これはやっぱりね、生きてえなあ、一緒に一度は行きたい祭りですよね。なんかね、お祭り男じゃないですけど、もうなんだよ、宮川さんみたいな、あの人面白いな、宮川氏ね、宮川大好き氏、あれ本当面白い。あかーん言って、ちょっとね、私もおっぱい祭り参加したいですね。うん、はい、どうでもいい話でした。はい、行きましょう。はいはいはい、生きてえな、でも本当にな、キララ本当に嬉しそうだ。こうなったら俺もキララの期待に応えるべく全て計画通りにエスコートするぞ。まあ計画なんてね、うまくいかないから作戦はうまくやらないとダメだけどよ。うん、楽しみだな、ニューヨークのゲーセンって言ってたよな今な。ははあキララ素晴らしいね。そうそう、タンチ、秋葉原博士が部屋に来るように言ってたわよ。ん、何の用だろう。さっきの話のことじゃないかしら、モアセクシーのこととか。わかった、行ってみよう。おお、本当は博士との話ですな。あら、黒十字団基地。地獄のやつ様、地獄のやつ様、最近おかしいですよ。おかしい、どこがおかしいのかしら。研究室にばかりこもって何をやってるんですか。そんなの私の勝手だわ、あなたに言う必要なんてどこもないわ。お、これ完全内部分裂だろこれ。地獄のやつ様は不調なんですよ、組織をまとめてもらわないと困ります。私はやりたいことをやるわ。やりたいこと、やりたいことって何ですか。黒十字団の目的は小銭儲けと世界征服。このセコさがいいんだよなこのセコさがもう笑っちゃうな、こういうの。いい設定だ。うん、それ以外に何があるっていうんですか。低レベルな目的だわ。くっ、なんであれ、目的を達成するためには強力な組織を作り上げることが大切じゃないですか。そのためにはこれ以上裏切る者を生かしておいては。1週間ほど前の情報で電撃ナース一味がニューヨークに来ることが分かっています。今こそ総攻撃を、電撃ナースの抹殺を。ふっ、勝手にすれば。あ、わかりました、私が電撃ナースを倒してみせます。おお、地獄ナース、つい、あ、地獄ナースじゃ、死神ついに登場か。電撃ナースは手強いわよ、あなた一人の力で倒せるかしら。ニャンを貸してください、ニャンと二人で倒してみせます。好きにしなさい、その代わり私も私のやり方でやらせてもらうわ。お、完全内部分裂じゃんこれ。ニャンニャンニャン、心配しなくても大丈夫さ、この死神ナース様の秘術を使えばニューヨークが電撃ナースの墓場になるはずさ。電撃ナースの処置、そしてモアセクシーを手に入れろ、そしてオイラが新不調に。ニャンニャンニャン、しかし地獄ナース様が切れられてしまったな。あの人切れると何するかわからねえからな怖いんだやっぱこの辺りは。どうもお待たせしました。遅かったの、何をしておったんじゃ。もちろんニューヨークです。キララ、てんてんてん、冗談です。やれやれ、君まではしゃいでいては困るぞ。すみません。はい、ということでですね、なんかちょうど切りもよく時間もそれっぽくなったんで、ちょっと一回ここで切らせていただこうかなと思います。なんか内部分裂ひどそうですね、なかなかね。うん、というわけで、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。あー、もう、うわ、すげー楽しみ。なんだろうこのドキドキ感コンパクトディスクでございますのでね、まあ、いや、これはナンパじゃないぞ、これは誘拐とかね、拉致って言うんですよこれ。なかなか可愛い娘なんだな。間違い起こすんじゃねえだろうなこいつは。気のせいか、いや気のせいであってほしい、ブス島的には。うわー、来たよ、資料ですね。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。